佐賀の石製蓮所、佐賀の石製蓮所右の赤白の煙突が第二大煙突。左の煙突は解体された第一大煙突。パンパシフィックカッパー、佐賀の石製蓮所は、大分県大分市大麻佐賀の石にある、パンパシフィックカッパー株式会社の精錬所である。明治時代の佐賀の石鉱山では、銅の精蓮が行われていたが、年から年に、 かけて塩外により農作物が枯死したことが問題となり、創業が休止された。明治30年代初めに再開が計画されたものの、住民による反対運動が起き、1900年に福岡鉱山監督署が精錬場の設置を不許可とする指令を出したため、再開は実現しなかった。大正時代に入ると、久原工業株式会社が佐賀の関鉱山を買収し、 1916年に佐賀の関鉱山附属製錬所を開設した。その際、塩害を防止するために高い煙突を建設することが計画され、高さ167.6メートル、下部の直径約29メートル、上部の直径約8メートルの鉄筋コンクリート構造の第一大煙突が1916年12月に完成。翌1月に創業を開始した。 この煙突は完成当時、日立鉱山の大煙突を抜き、世界一の高さを誇ったものの、約一年後の1917年11月には、米国ワシントン州の精錬所の煙突に抜かれることとなった。しかし、その後も、東洋一の大煙突、関の大煙突と呼ばれ、長らく、佐賀の関地区のシンボルとして親しまれた。1972年には、 高さ約200メートルの第2大煙突が完成し、2本の煙突が並び立った。佐賀の石製錬所は、1992年11月に日本工業が設立した飛行金属に譲渡された。2006年には飛行金属と三井金属工業が共同で設立したパンパシフィックカッパーの子会社の飛行製錬に継承され、2010年4月1日にパンパシフィック、 カッパーが飛行精錬を吸収合併したことにより、パンパシフィックカッパー、佐賀の積精錬所となった。2012年9月、建設から100年近くが過ぎ老朽化が進んでいた第一大煙突について崩壊の危険もあることから解体、解体工事は同年10月から行われ、2013年5月末に完工した。跡地には、 記念として高さ1.5メートル部分までが残されている。解体後には第二大煙突に肺炎機能が集約され、精錬所の操業は続けられている。ありがとうございます。